西原玲子は日本の漫画家。一般財団法人、高須勝次記念財団理事長。高知県高知市出身。1988年、地路幼稚園でデビュー。前夫はカメラマンの鴨志田城。パートナーは高須クリニック創業者で東京委員長の高須勝次代表作は、僕んち、毎日母さんなど多数。高知県高知市裏戸出身。 私立土佐女子高等学校中退、大学入学資格検定合格、武蔵野美術大学造形学部、資格伝達デザイン学科卒業。7歳の時に母が再婚。私立土佐女子高等学校在学中に飲酒によって退学処分を受けるが、納得のいかない一方的な言い分に不服を申し立て、学校側を訴える。その事件を取材に来た、フリーライターの保坂信人と知り合う。 中退後は、美大受験を志すが、美大受験の前日に、ギャンブルで莫大な借金を作ったまま父が意思を遂げる。その後大研に合格し、美大受験のための予備校である、立川美術学院に通う。一年後、武蔵野美術大学造形学部、資格伝達デザイン学科に入学する。在学中から、飲食店での皿洗いや、ミニスカパブで、 ホステスのアルバイトをしながら描き続けていた成人雑誌のカットが小学館の編集者、八巻和弘の目に留まり、1988年、地路幼稚園でデビュー。1989年3月大学卒業。その後、パチンコ雑誌、マージャン漫画誌、漫画週刊誌などに連載を持つ。数年間パチンコや、高齢とのマージャンに熱中する日々が続く。結果、 損失金額は10年間で約5000万円となる。1992年には週刊朝日市場に郊谷裕二とタッグを組み連載したグルメレポ漫画ハンミシュランを発表。1996年に企画された旅行体験レポ漫画鳥頭機構のアマゾン取材旅行でカメラマンとして同行して知り合ったフォトジャーナリストカモシダ城と結婚。 やがて一難和目を設けるも、鴨志田のアルコール依存症や DV、西原の多忙によるすれ違いなどが原因で2003年に離婚。毎日母さん2006年8月経済分にて、復縁を匂わせ、婚姻届を出さない事実婚の形で同居を再開したが、その時点で、鴨志田は末期の人願であり、半年後の2007年3月20日に死去。葬儀では、西原は、 元妻として、母子を務めた。その後、3ヶ月間活動を休止していたが、親友である、ゲッツ、板ヤ原作の映画、ワルボロの宣伝用をイラスト制作を機に、毎日母さんなどの連載を再開。2001年に、渋谷パルコにて、初の展示会、西原理恵子大ブレイクへの道を開催。2009年には、同場所にて、第2回展示会、バラハクを開催。 2009年より、交際中の高須勝次が委員長を務める、高須クリニックの CM に出演している。2010年には、菅野美穂主演、吉田大八監督で、パーマネントのバラが映画化されたほか、この世で一番大事な金の話を原作として、崖っぷちのエリーこの世で一番大事な金の話が、山田優主演で、テレビドラマ化された。 毎日母さんの実写映画化決定の胸を自身のブログで発表。母さんは小泉京子。鴨ちゃんは長瀬正俊。氏。2011年2月5日に全国小区系にて実写映画版が公開された。2016年、高須勝児との協調、ダーリンは70歳。高須帝国の逆襲が編集上の不備があったとして改修の対象となる。2017年、 高須勝次が民進党代表の蓮舫と民進党議員の大西、健介を名誉毀損で訴えた裁判では法廷が家を務めている。1997年、僕んちで文芸春秋漫画賞。2005年、毎日母さんで文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞。毎日母さん、神業物語で手塚治文化賞短編賞を受賞。2008年、 第29回日本雑学大賞受賞、雑学クラブ主催。2011年、毎日母さんで第40回日本、漫画家協会賞参議院議長賞を受賞。2013年、第6回ベストマザー賞受賞、日本マザーズ協会主催。勢い翔太に贈られた、西原理恵子デザインの化粧回しデビュー当時は、原律子のエロギャグを映し書きしていたが、 誰からも気づいてもらえなかったことに寂しさを感じたと語っている。絵柄は基本的に非常にラフで、特にギャグ作品では描き殴ったような印象を受ける。自ら上達ではなく形するタイプと評している。マージャン放浪期、ハンミシュラン、できるかななどの型破りなエッセイ漫画が前人未到のブライ派と評される一方、晴れた日は学校を休んでユンボ君、 僕んち、池ちゃんと僕などでは、女情性,性が特徴とされる。ちなみに、マージャンホールのコラムで、片山雅之は、彼女がその木になれば、すぐにでも、童話作家になれると評している。元夫の鴨志田だ城や、友人の金閣、銀閣らがライターとしてデビューしたのも西原がきっかけで、あると言われている。池ちゃんと僕、女の子物語、 パーマネントのバラなど映画化が相次いでいる理由を問われ、不況に強かったかな、と。景気が良かったら、もっとお金のかかる対策を映画化するんだろうけど。私の作品は、現実はきっちり描くけど、最後はちょっとだけ笑っていただけるところがある。それが理由かな。皆さん精神的にきちい局面なので、夢みたいなセレブ生活なんて見たくないのかもしれませんね。と語った。 僕んちの題名はケラエ、イコのマンが、あたしんちをもじったものであると言われていたが、作者本人はこれについて、より抜き毎日母さん内のインタビューにて否定している。文章担当者と協調扱いになっている書が多数存在する。毎日母さんでは、男女差別と思われる表現もあった。また、私は悪くないという言葉を、北朝鮮と表現した。 作品内の自画像はたびたび変化している。初期の頃はおかっぱ頭に黄色のシャツと赤いスカート姿だったが、マージャン放浪期ではマージャンに負けると羽をむしられた鳥の姿に変身し、鳥頭気候ジャングル編あたりから門ペを吐き手ぬぐいを首に巻いた土木作業員のような格好になった。鳥頭気候クリクリ編にてミャンマーで出家して、以降は坊主頭と修行衣姿になる。 そして二児の母となった現在は、お団子頭を玉かんざしで、まとめかっぽにサンダルばきという、古き良き時代の庶民的予感というべき格好をしている。ただし、毎日新聞で、毎日母さんを連載開始してからは、著作権の関係から、新たな作品ではこのかっぽスタイルは使用されておらず、2007年から2009年連載の、 西原理恵子の不登腕を繁盛期以降では、おかっぱ頭で首に手ぬぐい、黄色のシャツと青スカートという自画像になっている。同年齢の親友である、小説家の岩井島子、編集者の中瀬ゆかりと共に、熟女キャッツアイを名乗り、トークショーなどの活動を行っている。また、熟女キャッツアイは、共に高須クリニック委員長の高須克次との信仰が、深く、高須の支払いで、 食事や旅行などしている。高須の資材をもとに設立された高須活字記念財団においては、西原が理事長に就任している。2012年10月11日発売の女性セブンでは、高須活字との対談において、高須の妻の死去後2年間にわたって交際していることを明らかにした。2018年8月より、高須とは事実婚の関係にある。 あえて入籍せず、事実婚を選んだ理由として、高須は、席を入れると、何かあった時に全部不倫と言われると述べており、西原もこの考え方に賛成している。2012年2月まで、東京 MX の夕方帯番組、5時に夢中。に、同番組のスポンサーである、高須勝次と共に出演していた。同番組では、高須、西原、 ファッションモデルのジョナサン・シガーのそれぞれの頭文字より、TSJ お稽古クラブと題した、レギュラーコーナーを持ち、毎週出演をしていた。しかし、2012年2月23日に出した際、ディズニーランドの清掃業者に関する本を告評し、さらに3月15日には、ど真ん中に、ボタンの花が描かれている本の表紙を見て、ボタンど真ん中、マンコど真ん中と出現。その結果、 五時に夢中を降板させられた。この降板の件で本人が大ファンという東京スポーツの一面記事に乗り人生裁量の日を迎えられましたとブログでコメントしている。幼少より映画鑑賞を好み自身の作品が映画化される際はほぼ亀名を出演をしている。同郷で有屋瀬隆史の不法に際し毎日新聞2013年10月20日号の 毎日母さんで追悼の意思を表しており、その中で自身のサイン会にて不機嫌だった子供に対しアンパンマンのイラストと柳瀬隆のサインを勝手に書いてプレゼントしたことがあり、そのことを柳瀬に対して話すと、いいよ、僕も売れない頃ドラえもんのサイン描いてたからと承諾されたというエピソードを紹介した。子供は全部のカモシダとの間に一難カズがいる。 西原と高須が共に朝帰りする様子をフライデーに掲載された際は息子たち公認と書かれたが息子曰くんなもん誰も認めてねえよとのことただし何としてでも漫画家になるんだという不屈の精神は尊敬しているとのことで家族仲は悪くないただし長女とは疎遠になりつつあり約2年間会話をしていないと辞書に描いている AB 高須勝寺委員長が事実婚を選んだ理由、何かあった時に全部不倫になる。ライブドアニュース。2016年9月26日閲覧。サイバラメディア石鹸、日経産業新聞。4。この世で一番大事な金の話西原理恵子。ビジネスジャーナル2014.4。27。高須クリニック。意味不明と話題の CM。その狙いと秘密とは 高須委員長に聞いた映画化線の花はどこに咲くサイバラリエコの不腕繁盛規制。2013年4月16日閲覧。高須委員長西原理恵子さんの協調、回収社内で不備指摘。 スパニッキーアネックス http コロンスラッシュスラッシュ www.sponichi.co.jp スラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ2016スラッシュ06スラッシュ01スラッシュ kiji スラッシュ k20160601012699320.html2016 年6月1日閲覧。サイバラ先生が 皇帝画家デビュー、高須クリニック名誉毀存訴訟で、家帰って漫画描きたい。産経新聞社。 https://www.sanki.com/.affairs/.news/.170724/.afr1707240041-n1 と html2017 年11月18日閲覧日本雑学大賞受賞者一覧。西原理恵子の人生が力対決自立しないと。 怖いことに、不況に強い西原り子が仕事の大切さを、力説ムービーコレクションハット、嫌でも楽しめる算数より、このカットの次の回から、カオさん姿に自画像が切り替わっている。できるかな、ゴーゴー。の芸術編以降や、週刊取り頭ニュース、西原り子の人生が力対決でも途中から、似顔絵が、割っ着から、青スカートに切り替わっている。 西原理恵子、岩井島子ら、熟女キャッツアイが、ジュリア・ロバーツに対抗心、社会貢献活動、高須活児記念財団が毎日希望奨学金に寄付をしました。高須活児記念財団、千の花は、どこに咲くサイバラリエ子の太腕繁盛規制、首になった、作家、西原理恵子氏、神業物語清掃おばちゃん役で、亀を出演。 オーコンスタイル、2016年3月20日閲覧。ABC、田中圭一のペンと橋漫画家の好物マイナス。第5話、西原理恵子と鳥の唐揚げグルナビみんなのご飯。2014年9月19日2014年7月現在、週刊大衆での連載名は、作家の遊び方となっている。プレミアムドラマ人生は、最低親父から教わった、漫画家。 西原玲子 NHK 名作戦 NHK アーカイブス番組エピソード父とこの絆を描く父の日ドラマ特集から NHK アーカイブスありがとうございます